これ。もう学習しましたね。朝だから声が終わってますね。今日も朝から声ガスガスです。でもね、今ここに蜂蜜レモンを温めてきました。熱すぎて飲めなかったんだけど熱すぎて逆に飲めなかったんですけどね。蜂蜜レモンを温めてきたから、それを飲もうと思う。やばい、昨日はやば、私昨日バタバタしすぎて友達にお誕生日おめでとうの LINE すんの忘れたのに気づいた今。絶対今日しよう。これから新潟向かいます。気をつけてね、めっちゃ雪だと思うから。友達違う、クリスマスイブじゃなくてクリスマスイブイブが誕生日、昨日が誕生日連絡すんの忘れたやばいやばいやばい。布団から出たくない、わかるよ、寒いよね。寒いよね。もうね、イベントも折り返しですね。過ぎて飲めなくて、いや、お腹すいた。今日は今からご飯を食べます。朝ご飯、メイクは今日はもう劇場でやることにした。そんな見方かわいい、ありがとう。え、昨日さ、なんかさ、あの寒さ対策で、あの防寒対策みたいなのをさ、公演の MC で発表したじゃないですか。でさ、私の隣にひのがいたんだけど、ひのがあったかい飲み物を持つって言ったのね。あったかい飲み物を持つって言って、持つ、でも効果はなんか手が温まる、飲める、あとなんて言ったっけ、もう一個なんか一石三鳥とかって言ったんだけど、もう一個忘れちゃった。もう一個なんだったっけ、なんて言ってたっけ。でも私は最初持つって言ったから、あ、確かにあったかい飲み物を持ったら可愛いよねって思って。あ、おいしいって言ったのか、おいしい、そうか、それで一石三鳥って言ったのか。え、そうだから私は、え、もう一個あるじゃん、かわいいだよって言おうと思ったんだけど、ちょっと言う元気なかった話題が次行っちゃって、ちょっとなんか言えなかったから隣で持ってもかわいいよ、かわいくも持てるよって言おうと思った。
思考ガイド。あ、そうそう、話題がそうそう左右に行っちゃったから入れなくなっちゃったの。もう一個あるよって言おうと思ったら、そうなんですよ。そんなね、左右の話ぶった切ってまでする話じゃないしと思って遠慮しちゃった。いただきます。久しぶり、あの、まあ、いつもの朝ごはんの、私のいつもの朝ごはんはですね、ヨーグルトにおからパウダーとグラノーラと蜂蜜をかけることなんですけれども、いつもの朝ごはんなんだけど、しばらくはもう、あの、ちょ、グラノーラ喉に刺さりそうで怖くて食べれなくて、しばらくこのご飯食べてなかったから。お久しぶりです。いただきます。うん、久しぶりです。なんかね、これ多分前のビスイベントの時にも朝ごはん紹介したと思うんですけど、その時のね、グラノーラと違うグラノーラなんだよね、今の。でこれ今のやつの方が好きで、でも前紹介した時大豆のだったじゃん、確か大豆のグラノーラだったんだけど、大豆のも好き好きだけど、大豆のよりもね、なんかこっちの方が美味しい。なんかね、ココナッツとチョコクランチが入って、小指の角度、どの小指？絶対これ入れないよね。こっち？意識しようと思ったのに、スプーンどうやって持ってたか忘れちゃった。え？どうやってスプーン持ってたんだっけ？忘れちゃったよ。あ、この時の小指ってことか。これ、ここでですか。え、なんか変ですか。変ですね。ちょっと変ですね。何ですかこれは。ね、でもじゃあ何、どうやってスプーン持つの？うん、トナカイ。朝からありがとう。ありがとう、トナカイ、おしいさん。ありがとうございます。可愛すぎて沼にはまりそうです。やったー。スプーンはいつもグー持ちじゃなかった。握り握り、え、待って、普通にスプーン持つが分かんない。私普通ってこれですけど、何か何か喧嘩売らないでください。え、何、普通こ、あ、う、ん、こう、こういうことですか。こういうことですか。え、スプーンこうは持ってない。私、持ち方の話ですね。持ち方が良くない。
ういうことですね。確かにそう。確かに小指出てる。めっちゃ無意識、なんかこうなってる、小指突き刺してる。すごく無意識だった。でも確かにさ、箸の持ち方はさ結構気をつけるけどさ、スプーンの持ち方ってあんま気にしたことなかった、でも言われてみれば謎に小指だけめっちゃ出てた。メモに置いたことない。いつもさ劇場の黒板にさ書くじゃないですか。あの時さチョークもさこうやって書いてるかも。そんな気がする。でもさ私さお箸のさ持ち方さ直したのさ小学校5年生とか6年生なんだよね。なんかだいたいさちっちゃい頃とかにさ直されるじゃないですか、箸の持ち方って。もうさ私さ諦められてたのかさ。いやそれは多分子供の頃は正しく持たせようとしてだと思うけど、あのもう直す気がなかったから、私も多分直さなかったんだよね。そう、頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。そうなんだけど、なんか小学校6年生になるタイミング、春にね、もうさ6年生だからさすがにちょっとちゃんと箸持ってない自分恥ずかしいなって自分で思って、自分で直し始めた。自分で箸の持ち方直し始める人はあんまいなくない？親にさ多分直されてとか多いと思うけど。あー大学1年生仲間に言われて直しました。あ、そのタイプもでもあるのか。変わった持ち方だな。え、正しくないってこと？直しても直しても正しくないんかい。直しても正しくないんかい。今日7ヶ月ぶりに劇場公演見れる。嬉しい。7ヶ月前ってなんだ、リバイバルか。7ヶ月前、5月、嬉しい、ありがとうございます。持ち方のくせ指が長い。そうなのかな。そうなのかな。そう、お箸それで小学校6年生の時に直そうって思って直し始めて、で小学校さ給食だったからさ、給食の時間とかも直すチャンスっていうかさ、直すタイミングで
で給食さ頑張ってさ箸の持ち方まだ慣れない直し方で、あートナカイありがとうございます、竹友さんありがとう、ありがとうトナカイそうで給食の時に箸を直そうと思って、まあまだ直したてっていうか直し練習中の箸でさ給食食べてたので、なんかねその日の給食がね、何だったかな、なんか魚のフライみたいなやつが出てきたんだよね。でさ魚のフライみたいなやつさ箸で切ろうと思ったわけさ、そうでもまだお箸お直し中のお箸の持ち方お直し中の私のね、その箸の持ち方であの魚を切るなんてものは高度な技なわけですよそれでさそのまだ直し中の箸の持ち方直し中の箸で切ったのさフライを。でなんかさあのまだ小学生だからね、本当はさあのそういう魚とかさ切るってなったらさ、なんていうの、こうやって切るじゃないですか、わかります、押し付けるっていうかこうやって切るじゃないですか。でも当時の私はあのこうやって挟んでこうやってこうやってあの切ろうとしてたわけね。そむずいよ、絶対無理じゃんね今考えたらさ、そんなまだ箸ちゃんと持ち慣れてないのにさこんな切り方したら絶対切れるわけないじゃないですかでもさそれでさこれ切ろうとしたわけしたらまあ見事にね、あの なんて言うんだろうな、お箸がさこうくるんってまあうまく切れずねくるんってなっちゃったわけそしたらまあここにいたいらっしゃったこの魚のフライもさそれと同時にくるんってなるわけじゃないですかでそしたらあのさ給食ってさ机さ、今の子たちはそうしないのかもしれないけどさ、私の小学生の時は机をさこう、ね、こう普段授業中こうやってるよ、こうやってさ向かい合わせにしてさ給食食べてたのね。そうそうそうなんですよ、お魚がお魚のフライがフライしてこれでピッてやったらくるって回って、そうお魚のフライがフライしてあの向かい合わせで食べてた隣の席の男の子のお盆に着地して激気まずい。しかも6年生の4月とか5月まだ春だったから春だったからまだそのクラスになったばっかり、6年生、まあ5、6年生は同じクラスだったんだけど、そう6年生になってからはさ初めてでさ、なんかあのまだ隣の席になってさそう時間が経ってない頃じゃないですかなあ私のさお魚のフライがフライしてさ隣の席の向かい、もう給食だから向かい合わせにしてた男の子のお盆の中に着地して気まずすぎて、なんかさそれをさどう取るかも結構さ薄くない、なんか手でさあごめんなさいってもうやりたい気分じゃん。でもなんか手でこうなんか取るのも気まずいじゃないですか、もうさこのさ箸でさこうやって取るのもなんか申し訳ないけど、でもなんかさその箸の持ち方もまだ直してるからさこうプル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 ってもう本当に恥ずかしかった向こうも気まずい、絶対にそう絶対にそう、向こうも気まずい俺のやるよとはならんよ小学生はキュン
としないよ。それはさ、みんなさ、私がね私がね、アイドルというものであるからそう感じるだけであってね、小学6年生の私はただの私ですから。アイドルにそれやられたらもしかしたらキュンってなんのかもしれないけど小学6年生の私はただの私なので、キュンはしないと思いますよ。え？え？ってなったと思いますよ。もうこれ箸の持ち方を直したのがさ、もう6年生だからさ、そのなんて物心はもうついてるじゃないですか。物心をついてる時に直したからこそ起きてしまったこの忘れられない恥ずかしい事件恥ずかしかったよ。その後、恋が始まったとかだったらいいんですけどね、そんな記憶はないので多分ないと思います。そのぐらいね、どうしたんだったっけね。食べられた、やばい。私のフライがフライして目の前の男の子の給食のお盆に着地した瞬間、イエーイ、ここ俺の領地やばいやつじゃんイエーイ、ラッキー、俺の領地、もう俺の。やだそれあ確かに小学生男子ならやりそう。でもそう、多分ない、そうじゃなかった気がする小学生ならする？6年生だよ。でも小学6年生男子やる？面白い。いや、小6はもうやんないんじゃない？やるのか。いや、どうなったか覚えてない、そこは覚えてないんだよね。うん、フライさせちゃったことが恥ずかしすぎて。そう。フライさせた記憶もフライさせていただきました。はい。今の俺でもやるかも。お願いだからやめて。お願いだからやめて。頑張ってください。ありがとう。周りの反応、周りは多分気づいてなかったかも。てかその箸の持ち方直してることは別に周りには言えないじゃないですか。自分で頑張ってることだから。そうだしさ、なんか、あ、そう、いや、なんか覚えてるな。そう、それでなんかフライさせちゃってなんか箸の持ち方直しててごめんって言おうか迷った記憶がある。なんかさ、お箸今直してるっていうのが恥ずかしかったの。みんなもうだって直されてるじゃん、結構親とかに。でも私は小学校6年生で今から箸の持ち方直してるっていうのがちょっと恥ずかしかったから、
箸の持ち方を直してて吹っ飛ばしてしまいましたとはちょっと言えなかったんだちょっと言えなかったんだよね。そうな、それででもどうしたか覚えてないその後っていうのはねありました。でも私ほんとね、ペンもね直すのも遅かった。もうほんとこれ NGT 加入してからペンの持ち方直した。なんかさ、やっぱりさ、こうまあなんだろう、食リポとかだとさ、ご飯食べたりとかするとお箸やっぱ持つ瞬間多いし、お箸持ってる姿をさ全国民にさらすわけじゃないですか。だからまあ正しくないさそうだったけど、なんかさっきの反応だとからまあ小学校6年生で直してよかったなって思ったけど、車運転するときめっちゃハンドル近いタイプじゃない。もう私は教習所で習った通りにやる人なので、家の車とか乗るときも教習所のようにこう座席上げてシートめっちゃ微調整してミラーってやってやる人です、はい、家の車でもシートからやる。足長いから逆にハンドルから遠くです。ああどうだろう、そんなことはないけどね。ガチガチに制限速度も持って運転してそう。ええ、親に遅いって言われる。守ってんの何でさ、なんか後ろ詰まるから早くしてみたいな言われるんだけど、なぜ守ってる人が怒られなければならないのですかってなってる。うん、クラクション鳴らされても同時にそれは焦るはごめんなさいごめんなさいってなるクラクション鳴らさない。鳴らしたことない。煽られるほど運転したことないもうだってこの前免許更新したけど1年以上持ってないかも。
でもこの雪道は怖いね。なんか教習所通ってた時がめっちゃ雪だったから、もう通ってる時点で雪道運転だったからな慣れたけど、その時に。ね、そうだよ。だからさ、教習もさ、普通にこう何普通の行動走るときに、あのまだ16時とかの教習なのに、外めっちゃ真っ暗で雪だし、めっちゃ怖かった。しかもなんか私の教習はなんかこのさ、車という密室空間の中に知らない男の人と二人なのが怖くて、教習中だから、あのなんていうの、教習の先生を女の人にしてもらってたの、ずっと。でもまあ女の方も何人かいらっしゃるから、あの、まあ、その日によって人違うんだけど、そう、何人かいらっしゃって、そのうちね、なんかちょっと怖い人がいたんです。多分さ、女の人だから逆に怖いのかな、かもしんない、同性だから。そう、怖い人がいてさ、そう選んでた、選ばせてもらってた。あ、選べない時もある。なんか高速教習とか、あの効果測定とか選べない時もあるんだけど、普通の教習の時は基本選べて、そう、が選んでやってたんだけど、そう、なんかさ、めっちゃ怖くってさ、めっちゃブレーキ踏んでくんの隣で。あのさ、こうちっちゃいハンドルみたいなやつってさ、ブレーキあるじゃないですか、教習所の車って、助手席の方に。そう、それで、わあ、トナカイありがとうございます、ありがとう、ゆうきさん、ありがとうございます。そう、それで、その冬の夜の暗い道を行動走ってたら、めっちゃブレーキ踏まれて怖かったそう、多分ブレーキのタイミング遅くて踏まれる、踏まれたら終わりだって、もうそれ私だったら秒で終わってんじゃないかいっていうくらいめっちゃ踏まれてた。周年懐かしい、可愛い子に厳しくするのよ、女性教そんなことないよ。ただね、私が運転が下手なだけだったんだけど、でもなんかたまになんかそのね、女性の教官の方を
ずっとまあ選んでやってたんだけど、たまに選べない時があって、予約がもうさ全部埋まってて選べなくて、どうしてもなんか男の人じゃないとダメな時があったので、なんかその時にね、ちょうどね、なんか面白面白おじいちゃん先生みたいな面白おじいちゃん先生みたいな人で、でなんかあのブレーキをさ思いっきり踏むみたいなのを、これさすがにこうではやらないけど、教習所内でなんか思いっきりスピード出して思いっきりブレーキ踏むみたいなさ、やつあるじゃないですか。それの時が面白おじいちゃん先生だったのねそう、その時面白おじいちゃん先生で、すごい楽しくやってくれた楽しくやってくれたよくある。そう、その確かにその時に面白おじいちゃん先生だ。でも本当に基本車の中でなんか男の人って言ってんのすごい無理だったから、もうさ、あの私が運転席にいて、この教官が隣からさこうやってさ、ちょっとハンドル借りますねって言ってこうやるときあるじゃないですか。もうそれがもう本当にまず無理で、ですかわいそう、嫌われてんのかと思うよね嫌われてると思わせてすいません、本当かわいそう。もう横から手伸びてくるだけで怖かった。でもなんかその女の教官の方を選んでやってることが多かったから、あの初めて教習所に通い始めて一番最初初めてやってもらった方がなんかすごい女性の方、その時からも女性の方なんだけど、その時の方が何だったかな、あ、そう、その時は全然私って知らずに普通にやってもらってたの。まあね、女の子、まあ教習所に通う女の子なんて山ほどいるわけじゃないですか。で普通にやってもらって、でなんかその時に教習所内に私のことを知ってる人がいたらしくて、その教習所の教官たちの中で話題になったらしい。あの子 NGT だよみたいななって、その一番最初の時はNGT だって知られてなかったんだけど、別になんか言うつもりもなくて、そう、でもなんかその人に2回目ぐらいで一緒になった時に、あのすいません、私1回目の時気づかなかったんですけど NGT なんですかって言われて、でもそこまで言われたらもう否定する意味もないから、あーそうですみたいなそうですってなって、そうで、でもそこからすごいんですけど、これがそこからすごいんですけど、あのそれ以来私のことをめっちゃそう応援してくれて、今でもめっちゃ応援してくれてて、劇場とか来てくれるし
生誕グッズとかめっちゃ身につけてくれるぐらいになっちゃったすごくない？本当。そう、もともとなんか、うん、オタクっていうか多分詳しい方がどこかにいて、教官内に別にその方は全然その好きだったわけじゃないけど、それ以来ファンになってくれましたファンになってくれました。そうハマってくれたんです。だから私があの運転免許を取ってからもってめっちゃそんなさ、あの何、学校とかじゃないからさ、もう教習所って卒業したら卒業して終わりじゃないですか。そこから免許取ったかどうかはもうさ、その人次第みたいなとこあるじゃん。そうなんだけど、そうあのちゃんと見てくれてるからあ無事に免許取れたんだねみたいな感じだし、そう運転したよって言うと運転したよって言ったら、あちゃんと今でも乗ってるんだね偉いねって優しい。そうなの、え、そう先生多いの。だから私そうなんですよ、なんな、そうなん、先生多いんだよ私のファンの方そういろんな学校のイベントとかでファンになってくださる方とか多いから、私のファンの方先生めっちゃ多いんですリンゴ食べる、うん、いろんな先生劇場に来てくれる。そうなの。でめっちゃ面白いのが、そのね教習所のファンになってくれた方もう本当にちゃんとファンになってくれて、そう生誕祭も来てくれてたかな、どうだったか、でも生誕グッズも身につけてくれてるし、メールとかもめっちゃ取ってくれて返信も送ってくれるしすごいよね、そう本当にすごい。でなんかね、ときめっせかな、ん？ときめっせ、なんかコンサートの時になんか私の家族がさコンサートさ見に来てくれた時に、なんか私の家族の隣に私の家族の隣にいてこれはたまたま、これはたまたま、そう私の家族の隣にいて、でちょうどその時その方が教習所の方を連れてきてて、コンサートに一緒にそう、あそう関係者席じゃなかった、私の親がね、そう関係者席で見るよりもいいとこで見たいからちゃんとお金払ってそう隣にねいらっしゃってね、しかも教習所の方を一緒に連れてきててねすごい。でそれでなんか家族がなんか隣三好の人だったよみたいな言われて、うんその人教習所の人めっちゃ面白かった。いろんな学校に通って沼作ってくる部活にする
ほんとそうなんだ。でもほんとまさかそんとそんなにさ、そんなに応援してくれると、そんな応援してくれることになるとはね思わない。教習所通ってる時びっくり、ほんと嬉しいですね。でもそういうところでファンになってくださるってね、本当に。いや、どこにきっかけあるかわかんない、本当。だって気づかれない可能性だったってわけじゃないですか。なので別に気づかれなくてよかった、気づかれようと思って言ってるわけじゃないから、教習所。そうなの。気づいてもファンになるかかんない。いや、本当でもそうだよね。なんかちょっとファンになってくださったの。だって私教習所めっちゃサボってたから。途中行くの諦めて1ヶ月サボってたから。そう、まさかファンになってくださるとはね。面白おじいちゃんはね、面白おじいちゃんはね、私に気づいてたのかどうかよくわかんないわ。夜中のコンビニの店員にも優しくして。夜中のコンビニ行かないからな。言ったらファンになってくれるかな。号泣しちゃった教官に。多分みんな知ってたと思う。触れられないけど多分知ってたと思う。そう、逆に触れてきてくださったのがもうその方ぐらい。その方とその方とめっちゃ仲いい同じ女性の教官の方くらい、2人ぐらいしか多分いない。出会うとみんなファンになっちゃうんだ。そう、出会ったらいいけどね。そう、出会ったらいいけども。なんか身近にでも応援してくださってる方めっちゃ多いかも、そう思うと。そう、なんかそのなんて言うのかな、あのファンの方、身近にファンの方がいる、うん、そうなんだけど、あの何、もともとファンだった人が近くにいるわけじゃなくて、それは結構危ないよね。危ないっていうか嫉妬されちゃう。じゃなくて、別にもともと全然ファンだったとかではなく、そうではなくて、普通にもともとは、お仕事でご一緒させていただくとか、なんかそういう身近な、普通に身近な方でもそこからなんかあのめっちゃ応援してくださるとか、
うん、身近な方がファンになってくださるんです。ありがたい。でも本当、うん、トナカイ、ありがとうございます。久賀さん、ありがとうございます。もう嬉しい、本当。ゆる恋に向けて出発、早いね、だいぶ早いねあれ、え、新潟ですよね美羽ちゃんコールし新潟の方もありがとう、待ってる、嬉しい。ロケ先で、ロケ先でどうなんだろう、わかんない。朝から素敵な話聞いて心が温かくなりました。本当に本当にそれは嬉しい。わあ、トナカイいっぱい、ありがとうございます。すごいすごい、トナカイいっぱい、ありがとうございます。あ、ラーメンね、ラーメンね、もう修行なんだラーメンってもう修行なんだ、ラーメン部になると年に一度も年に一度の修行っておもろいな ごめん今修行頑張ってね。と三角と丸さんのおにぎり食べに来ました。あ、よかった、ぜひ牡蠣食べて。そば部も修行だけど、そば部も確かにね、家に大量のどん兵衛家に大量どん兵衛、食べた。え、嬉しい、ありがとう。え、どうだった？え、なんかさ、あの牡蠣のおにぎりさ、ご飯だけでもめっちゃ牡蠣の味しない？ご飯だけでもめっちゃ牡蠣の味、牡蠣も美味しい。今日予約した。え、嬉しい、今日食べてくれるの、ありがとう、嬉しいね。めっちゃ美味しいよね、炊き込み。いや、ご飯美味しい、そうなの、私たちの時娘ですからで、めっちゃもちもちになるよね、あれで炊き込みご飯作ると。カキひとかけらご飯一杯食べられるぐらい美味しい。いや、でも分かる、言いたいこと、めっちゃ分かります。ちょっとでも一緒に食べようと思うとね、難しいけどね、分かる、美味しい牡蠣ひとかけら言いづらかったね そろそろ終わりかな、もうちょっとで終わり。さあ、今日も公演ですよ
あと2公演あと2公演戦いだ。でも、ね、意外とね、意外と大丈夫かもしんない。ご飯いっぱい食べたし。声ね、え、どうどう意外と大丈夫かもね。昨日の朝より声出てるね。やっぱご飯食べたら元気になるね。今日はね、4公演まで行かないんじゃないかな。リハそこまでやらないと思うから。昨日のハスキーボスマジで面白かったねえ、ねえ、夜公演の方の空き缶さ、見て、くたわれって言った夜公演のね、方やばかった。あ、っていうのも見たのででも全部は見てない。これもう釈明させてほしい。ちょっと一旦ランキング見ますね。13MS さん、ありがとうございます。12フーガさん、ありがとうございます。11カンヤトさん、ありがとうございます。10位タカさん、ありがとうございます。9位左足さん、ありがとうございます。8位ビートたけしさん、ありがとうございます。7位竹友さん、ありがとうございます。6位ダイバーさん、ありがとうございます。5位ホッシーさん、ありがとうございます。4位スーさん、ありがとうございます。3位ゆうきさん、ありがとうございます。2位ひさがさん、ありがとうございます。ちーてるはやさん、ありがとうございます。そう、あのね、昨日無事にお風呂を日付回る前に上がりました。上がって、でも上がっただけなのよあの上がるまではできたの、日付変わる前に。そうだから、あのイヤホンつけて髪乾かしながら見た DMM。 でも全部は見てないよ。今日負けとか見てない。昼の頭ブロックと自分の出てるユニットだけ。あ、サンタ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 、ありがとうございます。四十からさん、またまたランキング後に、すいません、ありがとうございます。見ますよね。そう、髪乾かしながらだったから。で、自分の出てるユニットだけ見て、で、あと夜公演の空き缶だけ見たそう、だから 1,2,3,4,5,6,7 曲だけ見ました。7曲見て、声の練習してから寝た。わあ、何これ、なんだこれ。あ、風船、ありがとうございます。ゆうきさん、ありがとう。みんなランキング読み終わっちゃったのにありがとうございます。何時でですか、あ、何時でですか。1時半。お風呂は日付回る前に上がったけど1時半寝た今日も頑張ってきますまたじゃあ配信時間決めたら報告します。またねー。